高野ゴルフ場前駅は、兵庫県三木市しじみ町高野7-116にある、神戸電鉄青線の駅。駅番号は、キロバイト49。プラットホーム改札口券売機島式一面二線のホームを持つ行き違い可能な地平駅。ホーム有効長は5両。駅舎は、下り線西側にあり、ホームとは、鈴蘭台寄りの構内踏切で連絡している。 沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、TEB カメラ、インターホン、シャッターが遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、構内売店も設けられていない。隣の緑ヶ丘駅とは700メートルしか離れていない。当駅より、 北隣のしじみ駅の間はカーブや勾配の多い新鉄では珍しく直線区間になっているのでこの区間を走る列車は青線内では最速となる時速80キロで走行している上下とも毎時2本が発着する全列車青小畑間隔駅に停車する以下に発車する運転系統停車駅本数の一覧を示す東側は住宅地である 西側はゴルフ場である。駅前を発着する路線バスは一本もない。なお2009年11月からは、平日の火曜日、木曜日だけであるが三木、イバス、三木南ルートの運行が始まったが、本数は少ない。三木市統計書によれば、2019年の年間乗車人数は173000人である。兵庫県立三木北高等学校の生徒の利用も多い。また、 1>, 1日あたりの平均乗降人員は、1999年度には2162人だったが、2008年度には1218人となっている。ABCDEFGHIJKLMNOP、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、191ページ。 ISBN 9長7843億4300万67452019年度移動等を円滑化取り組み報告書神戸電鉄2021年8月17日閲覧 ABCDE 曽根悟ル、週刊歴史で巡る鉄道全路線公営鉄道私鉄14号神戸電鉄野瀬電鉄北条鉄道北近畿丹後鉄道 朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年6月19日、11から12ページ、三木市統計書三木市青線、駅別上個人員、1日平均の推移、ありがとうございます。